まずは 61.2 キロ契約の5分2ラウンドの一戦からご覧いただきます。そうですね、実質あの計量体重当日で 61.2 なので、実質1個下のフライ級ですよね。はい、ただ高橋選手は前線にこの計量をミスしていて、52キロからこの新しくフライ級に変えた形ですね。さあ第1ラウンドがスタートをしました。まあ、やっぱりどうしても、まあ、高橋選手のスタイルがスタイルなので、おお、ここから入っていきます。珍しくて今のこの MMA シーンにおいて珍しいのは、高橋選手はこの常に下になってもいいスタイルなんですね。はい、今サドルロックの形を狙ってて足関節ですね。でグラップリングのと MMA をそっか、もう決まったかな、決まったっすね。もう多分決まる形だと思うんですけど、あの桐生選手は右足を深く突っ込んでかかとをつかまれない形にしたいんですけど、はい、それをさせないようにしてて、今これ逆にどうだ、ここで狙って、早技、確かにサブミッションの完成度は高いんですけど、このレベルだから成し得る技であることは確かなので、はい、もう少し立ち技の攻防だったりを見たいなっていうのはあります。はい、まあ、もともと彼はあの今成柔術に入門して、そこからサブミッションをやったという選手なんですが、そうですね、あの今成さんにこうインスパイアを強く受けてますよね。まあ、何しろ入り方が今成ロールから入ってきたという、ね、はい、そうですね、形でしたからね。1ラウンド42秒、一本勝ちで勝利を飾っております。まあ、いやボクさんにお話を聞くまでもなくちょっと終わっちゃったんですが、はいはい、いかがでしょう。そうですね、龍樹選手自分同級生なんで、はい、あの応援しようかなと思ったんですけど、終わっちゃいましたね。まあ、43歳、あの前回の、ね、シュートの興行では寺島選手という40歳の選手が、はい、かなりボクさんに勇気を与えたんですがちょっと残念な結果になっちゃいましたね。そうですね、体はいい体してるんですけどね。はい、まあ、ちょっとこう組み合わせとして、なかなか相手のサブミッションが上回ったという感じです。確かに。まあ、しかしヒールホールドに入る入り方はもう鮮やかでしたね、青木さん。そうですね、ただまあ本当にこれだと先に繋がらない感はありますけどね、どうしても。まあ、本人は MMA グラップリング特別どちらにこだわるわけでもなく、とにかく関節を決めることにこだわりたいというふうな話をしていました。はい、まあ、別競技ですからね。でも、そこは難しいところではありますかね。次に期待です。